日本について一番あなたが驚くこと、それはまず初めに感じる奇妙さでも、二度目、三度目に感じる奇妙さでもない。あなたの心を打つもの、それはあなたが思わずよろめいてしまうほどの数多くの景色でも、とりどりに色づく木の葉でもない。はたまた一つの場所から他の場所へと移動することの容易さでもない。日本についてあなたを一番驚かすもの、それは神社でも数多くのお城でもない。それらのすべてに潜む伝統でも、空をえぐるような大都会でもない。催眠術にかかった時のようなネオンの明かりでも、どこに行くのか確かではない無数の歩行者が秩序正しく歩いていく横断歩道でもない。違う、それらがあなたを最も驚かすのではないのだ。それは眠らない夜でも、静かな日でもない。すべてのものにとっての日没でも、あなたにとって今後最も気に入った場所になるこの場所でもない。あなたの空腹をすべての街角でかきたてるような匂いでもないし、彼らのすべての習慣でもない。また友好的で親切で謎めいた人々でもないのだ。それらのもすべては違うのである。日本について一番あなたが驚くこと、それはラカラキセテケだ。